もしもし。もしもし。久しぶりだな。ご無沙汰してます、先生。おお、元気か。どうした急に。俺、やっと先生との約束果たせそうです。約束？はい。あ、もう10年前のことなんですけど、あ、さすがに覚えてないですかね。忘れるわけないだろう。先生。そうか。あれから10年か。俺も定年が近づいてきてるわけだ。いや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 、まだまだ元気バリバリでしょ。バカ言え。老眼鏡だって買ったし、体育だって辛いし、最近じゃうちのクラスの子が俺の白髪を抜きに来るよ。相変わらず慕われてるんですね、先生。どうかな。体は衰えてきてるけど、まだまだ童心を忘れてないからな。そうか。ってなんすか。せっかく俺が夢叶えて教師になるのに全然嬉しくなさそうじゃないですか。おい、そんなわけないだろう。教え子が夢叶えて俺と同じ仕事に就く、こんな嬉しいことはそうそうないぞ。そうですか。ああ、でもな、俺みたいな教師像は目指さなくていいんじゃないか。いや、そういうわけにはいかないですよ。俺は先生を見て教師を目指したんですから。お前が俺を慕ってくれるのは嬉しいけどな。俺も子供たちに親身に寄り添って慕われる教師になりたいんです。慕われる教師か。いいことだとは思うけどな。お前は俺が子供たちに慕われたくて教師になったと思ってるか。え、いや、そう言われるとそうではない気がしますけど。だろ。俺はな、特別親身に寄り添ったりしてるつもりはないぞ。それが結果的にお前の目にはそう映っていたとしても。どういうことですか。子供たちのために親身に寄り添うぞって心に決めて教師になったわけじゃないってことだ。だから俺はお前たちに慕われようとか恩師でありたいとか、そういうつもりで教師をやってるわけじゃないんだからな。じゃあどうして先生は教師に。そうだな、強いて言えば人間形成のためかな。人間形成。まあ立派な大人になってほしいってことだ。人間の性格、つまり人格は大体10歳頃までに確定すると言われてんだ。それを過ぎると基本的な性格や人間性を変えることは極めて難しい。だからそうなる前に挨拶、礼儀、思いやり、そういうのを自然に身につけてもらえるように陰ながら支えるのが俺の仕事だと思ってる。初めて知った。それが先生の教育理念ってやつですか。そういうとちょっと聞こえばいいかもな。これすげえ浅はかだったんですね。おいおいおい、そうは言ってないだろ。その仕事を選んだ理由なんて人それぞれだからな。先生みたいに子供たちに寄り添って慕われて、その子供たちの将来のために少しでも俺がいい影響を与えられるようにとか、そんな風にしか思ってなかったです。俺も恩師って思われたいなとか。そうか。え、それだけですか。もうちょっとなんか。いやいや、いいんじゃないか。結局それだって子供たちの人生をより豊かにしてやりたいっていう子供を思う気持ちから来てんだろ。それはもちろんそうですけど。だったらお前はその自分の理念を曲げずにやれよ。教師のエゴなんて人それぞれだ。教師のエゴ。俺のエゴは子供たちにはいわゆる人格者と呼ばれる素晴らしい人間になってほしいって思ってることかな。そのエゴが叶うなら別に俺のことなんて忘れてもいいし、俺にお世話になったとか厚かましいことも望まない。いいんですか、それで。受け持った子供たちにはずっと覚えてもらいたいって思ったことはあるよ、若い頃はな。でもそれはエゴというより教師の強欲だ。
そんな厚かましさを持っていたなら俺に人格云々語る資格なんてないんだよ。そうか、先生は本当に人格者ですね。俺って若者言葉で言えば、偶性ってやつなのか。若者言葉というかネット用語というか、あ、でもそうですね、教師の交友か。大丈夫か、なんか深く考えすぎてないか。俺本当にこのまま教師になっていいですかね。先生の言う英語とか語彙とか、なんか俺そのそれの塊みたいで。だから言ったろ、その仕事を選んで理由なんて人それぞれだって。お前はお前の英語で動けばいいんだよ。俺だってそうだからな。お前がお前のエゴで動けば良い教師になれると思うぞ。俺が保証する。どうしてですか。それはお前、俺の教え子だからな。